はい、こんにちは、 G です。今回はリアタイの打ち方のコツについて少しお話をしようと思います。で、僕自身プロスピは結構今まで適当にやっていたのでオーダーはすごい弱いんですけども、まあ、そういうのはあまり関係なく、まあ、リアタイ自体のコツについてお話しできればなと思います。はい。で、リアタイを始めるにあたってまずやることがあるんですけども、それは打撃カーソル移動速度を5にすることですね。マックスにしてください。で、マックスにすることによってカーソルの移動速度が速くなるので、まあ、どんなボールでも対応しやすくなるのかなと思います。はい。で、その設定の仕方なんですけども、プロスピのメニューに行って各種設定から試合設定に行ってもらうと、下の方に打撃カーソル移動速度っていうのがあるので、これをマックスの5にしてください。はい。で、マックスにしないと、まあ、結構リアタイでは厳しいかなと思うので、必ず設定するようにしてください。はい。では次に行きます。次なんですけども、速いボールを待つことです。まあ、狙い球をストレートやツーシームに絞って、変化球は反応打ちで打ちに行くことです。まあ、少し慣れが必要かもしれないんですけども、まあ、速いボールっていうのはすごい詰まりやすいので、僕は速いボールのタイミングで待ちながらストライクゾーンに来た変化球を打ちに行くとか、ストレートやツーシームが来た場合は速いボールのタイミングで待っているので、まあ、そのまま素早くカーソルを合わせて打ちに行くとか、そんな感じでリアタイはやっています。はい。そして基本は引っ張る意識ですね。はい。インコースを狙いに絞ることが多いと思います。で、アウトコースは振り遅れても、まあ、流してポテンヒットとか、意外と詰まりにくいので、アウトコースはさほど意識しなくてもいいのかなと思います。アウトコース自体は、まあ、できれば反応打ちで、意識はインコースにあるのがいいかなと思います。はい。で、次なんですけど、先日テイクバックのタイミングの修正がありまして、まあ、ストレートが体感かもしれないんですけども少し速くなりました。で、それに加えてストレートと変化球の球速差も前よりも差が出たのかなと思います。なので、先ほどお話ししたストレートのタイミングで待っていると、変化球などが結構ファールとかになりやすくなっているのかなと思います。まあ、でもですね、それを逆の意味で捉えると、まあ、変化球に狙い球を絞っていっても、まあ、全然ありなのかなと思います。で、ただ変化球待ちにすると、ツーストライクなどから、まあ、追い込まれた時にストレートとか速いボールが来ると振り遅れるっていうのがあるので、まあ、詰まってしまうので、結構そこは要注意なのかなと思います。はい。まあ、結構シンプルなんですけど、基本のコツとしてはこんな感じなのかなと思います。で、これらを意識しても結構調子の波みたいなものがあって、僕自身も3割5分から5割ぐらいのこう波がある感じなので、変動がある感じなんで、なんですけど、まあ、でもやり続ければ打率の調子っていうのは必ず、まあ、4割台とかに必ず戻ってくるので、まあ、やり続けることが結構大事なのかなと思います。はい。で、リアタイのランキングに入ることができれば、エナジーが100個とか70個とか、まあ、ベスト300とか100位とかになっちゃうんですけど、まあ、結構もらえるので、まあ、そこら辺もリアタイをやるにしてもおすすめかと思いますし、あとは、スピメダルですね。それも毎日必ず試合をやればもらえるので、そこも結構おすすめかなと思います。はい。あとはリアタイで打てるようになると、V ロードとかでは結構余裕で打てるようになるので、まあ、例えばアンダーオーみたいなイベントが来た時には、まあ、結構楽に、アンダーオーに、楽ではないですけど、リアタイをやっていれば結構いいのかなと思います。はい。で、ここまで、お話をさせていただきましたけど、まあ、リアタイに関することですね。他、オーダーのこととかは結構僕は、あんまり強くないんで、できればリアタイ系の何かご質問などがあれば、まあ、お気軽にコメントなどしていただければなと思います。はい。それではここまでになります。ご視聴いただいてありがとうございます。ぜひチャンネル登録とか高評価よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。